今日はあれ使うの、ライスペーパー。何ピザにするんですか。チーズツナコーンピザと、コーン出たあと照り焼きウンナー ソースピザ。あまりつけないよ。取れない取れた。さえな、ひな手作りピザ、どういう感じになるんだろう。明日にもやるの、で、これ乗っけて、で上にもかけるってこと。チーズ乗っけて、で、コーンちょっと乗ける、周りにちゃんと。で、あの人たちは何をしてんだ。目悪いな、姫も悪いな。あと焼くだけじゃん。あとチーズやって、コーンやって乗せる。お好み焼きみたいだね。お好み焼きみたいだね、確かに。これ焼くのじゃ。焼く。はい。一個のピザ、今焼きます。よし。楽しみだね、レミ。照り焼き？4等分。照り焼きピザみたいだよ、レ。楽しみだね。なんか臭いよ。あ、もっと。あ、余熱完了したってことだ。これは味付けどうする？ピザソースつける？え、ピザソースはなくない？でも照り焼きに何つけつぐじゃん。え、もう照り焼き味付いてる。え、下の方味付いてないんじゃない？いや、でも美味しそう。おー、できてきてる。ライスペーパーまたから。ライスペーパー2枚。2枚でしょこれ。2枚だよね。2枚だよ。2枚でやればどんな感じかしら。ウインナーと、あとピーマン。ピーマンも乗っけて。これは野菜たっぷりのピザ。うおー、すごいね。美味しそうだ。ママの反応。うおー、すげえね。蓋開けてみて。うわー、やべえ。すごいね、ジューズ。うおー。すごい、チーズがとろけてるね。照り焼きのさ、あの汁が出てる。ほら、すごい。はい、これもちょっとやるな。おお、すごいね。これは難しい。ほら、はいし、今度これね。はいし。ハサミで切ってるのやな。あ、やっぱりちょっとこれ具多すぎたかな。多いよね。ママ作ったの。ちょっとパパ来たらさ、あのエナ作ったのとママ作ったのを言わないで、どれが一番美味しいかちょっと試してもらおう。喋ないでよ。これママ作ったんだよって。分かった？うん。ピザだよ、ち今日。寝てたの。疲れた、保育園。あのさ、春巻きのライスペーパー。ライスペーパー。この前、そうそう、巻いたやつだよ。で、ピザ作ってみたの、今日。なんで今日でも手伝おうと思ったの？これ中のだから、はい。楽しいかも。大好きだし。まだいっぱいあるからさ、3キロやつにした。明日からどうする、えな。え？明日から。学級閉鎖でしょ。美味しそうだよね。今年の引かないね、この後なのかな、来るのかな。いや、怖いね、インフルエンザ。ちょっとエナのクラスだけ明日学級閉鎖なんだって言われます。いただきましょう。何してんのレミ。何なのそれ。あら、優しいね、エナさん。じゃあ、ご挨拶しましょう。いただきます。さあ、エナの作ったピザはどうかな？あ、どうですか？おいしい。おいしい？
えな、美味しいってよ。よかったね。ございます。じゃ、なんか、ピザ。うん？目大きくなった。美味しい？美味しい。ほら。それ、さ、どっちのピザだっけ？あ、照り焼きか。どっちが美味しいの、レミ？今、どっち食べた？コーン？うん。あ、照り焼き？うん。下もカリカリしてる。カリカリしてる？うん。あ、じゃあ、ライスペーパーのピザはいいってことか？ママ、見てた。何？この前のレミの真似してんの？美味しい。美味しい。あら、よかったね。今度じゃあピザ作るときこの生地だね。うん。ライスペーパーのこの生地。ずっと前母の毛も作ったよ。うんうんうん。作ったよね。あの餃子の皮。うん。あれピザの皮だけか普通の。えな。うん。一口ピザだけなんか作ったじゃん。うん。あ、中の丸いやつ。うん、そうそうそう。あれピザの皮だよね。うん。あ、大体、大体、うん、食べたんだよ。そうそうそう。一緒に喋んないでね。一人ずつ喋ってください。吸ってさ。あ、でもカリカリしてる、外の方。次はコーン？コーン行くの？うん。コーンはどう？コーンピザ。え、コーン、いつもの味と違う。いつもの味と違う？うん。どうですか？うん。おいしい。おいしい。うん。レミ何でもおいしいって言うからね。エナはどうなの？おいしいやっぱり。うん。あ、ほんと。え、コーンと違う。チナ、さっきの照り焼きとそのそれコーンどっちおいしい？うん。照り焼きチキン。あ、さっきの？うん。あと2万円か。レミは選べない。うん、あれパパのは？ん？え？あ。あ、パパのこっちか。あ、あったね。これも食べてね、ちゃんと。野菜たっぷりのね。オッケー。そのピザなんていうの？野菜たっぷりピザ。うん、そうです。コーンと何、あれって、ツナって合うの？うん。うん。合うよ。合うんだ。じゃあ、ママにもコーンください。はい、さっきの照り焼きも美味しかったよ。とっても。レミ何笑ってんの？何面白いの？エナ、ん？やって。うん、はい。エナ、今日やけに、あれだね、優しいね。エナ、スープやって。忙しいね、エナ。スープ。さあ、このピザどうかな？野菜たっぷりピザ。しょうがない、もう入れちゃった。はい、半端ない。何してどうですか、エナさん。おいしい。え、なんかさっきと顔が違うけど、レミ。何？うん。おいしい？うん。あ、よかった。意外においしい。意外においしい。うん。ピーマン入ってるから、本当は食べたくないと思ったでしょ。食べる。でしょ、美味しいべ。それはちな、一番最初に食べたやつ一番美味しい。美味しかった？うん。レミは？2番目のこれ。コーン？コーン？うん。あら、ほんと、割れるね。エナは？あ、ちな、あのさ、全部。全部？美味しい？うん。あ、レミも全部美味しかった。選べない。選べない。うん、あ、じゃあ、すみょう。今回はハズレなしってことでいいのかな。味は違うけどそれぞれ美味しい、うん、美味しいよね。コーンも美味しかったよ、とっても、うん、もうエナ食べちゃった。食べて。早い。早いね。これ3つパパの分です。はい、どれが一番美味しいかちょっと、はい、ね、食べてみてください。何した今日、何で作ったの。え、あのライスペーパーがちょうど余ってたから。 あれかよ。うん、じゃ あ, あれコーンからいく。うん、もっともっちプラスコーン。コーンの後にシーチキン、シーチキンだろ。そう、シーチキンも入ってる。ツナ、シーチキンの後にごちそうさまで。これが照り焼き。これ照り焼きピザ。うん、
あ、めっちゃカリカリしてる。はあはあ、いや、この皮いいな。でしょ、いいよね、めっちゃ合うよね。たこ焼きさんのピザよりはこの皮の方が好きだ。パリパリして、みんな喋ってた、いいって。パリパリして野菜ピザ、野菜ピザと何やのその手。ピーマンと玉ねぎ、どうですか3色今食べた、食べてみて、どれ一番美味しかったですか。あの、言うよ、言っちゃうよ、もう。はい、多分みんな同じだと思う。照り焼き。ああ、やっぱりそうだね、照り焼きだ。もう前田さんも言ったんでしょ、レミさん。あの、うん、照り焼き美味しいって言ったけど、でも全部美味しいってね。けどやっぱり照り焼きだよね。で、次がこれ、なんだっけ、コーン。コーン、これはさ、コーンのやつはさ、まず生地からまず来て、うん、その後なんか急にコーンが来て、うん、でゆっくり砂がやってくるみたいな、うん、そういう感じ。照り焼きはもう皮から来て、うん、その後照り焼きの旨味が広がる、うん、最後は、うん、こう、いや別に野菜嫌いなわけじゃないけど、うん、野菜が先に来る、うん、だから野菜ピザっていうより野菜を食ってるみたいな、そういう感じ。うわ、すごい、えな、よかったね、うん、これママ実は作ったで、これとこれえな作った。照り焼きとコーンはえなが作って、これ実はママが作った。ふざけるなよ。よかったね、えなね。騙そうとしてあ、でも実際そう。あ、じゃあえなが作ったのが一番やっぱり美味しかったみたい。よかったじゃん。前田中それ最初から知ってたんでしょ。うん、見てたからね、作るのをね。パパに喋っちゃえばさ、絶対ね、ママのまずいって言うと思ったから、何も喋れないでちょっと聞いてみたけど、やっぱりそうだったんだ。やっぱりそうだったとか、まあ、えな、よかった、正直な作った回があったね、えな、ね、よかったじゃん。うん、まあまだ作ってるのがあれば、あ、これライスペーパー使えるね、うん、使えるね。意味、お前何それ。ぼーっとして大丈夫か、お前インフルエンザでねえべな、風邪ひいてねえか。うん、大丈夫だよ、さっきまでなんか変顔とかしてたよね。さっきからやってるじゃん。サイレンみたいな目にし。パパママ見てて。うん。それもいいから。それもいいから。怖い。もううまい。今日は白ワインかい。やばいね、レミ。ワインにハマっちゃった。白ワインはどう？美味しい。なんか僕とどっちが美味しい？こっち。じゃあ結婚できないね。ねえ、これ白ワインじゃないよ。ねえ、これ白ワインじゃないよ。水だろ、知ってるよ。え、水じゃないよ、サイダーで。ねえ、これ白ワインじゃない。サイダーって聞いた。なんで白ワインになるんだ、バーモノが。え、なに？なんでもねえよ。ごちそうさまでした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 。バイ。レミはほんと引かないよね、インフルとか。風邪ひかない。うん。どんだけ、あれなの？バカは風邪ひかないって。あー、ママも。それはママも。いや、それこれ、そういう言葉があるの？うん、あるよ。ママもだったもん。バカは風邪ひかねえって。ママもバカだから風邪ひかなかった。タワショバラで風邪ひかねえ。2番目って気がねえ、気がねえべや。バカは風邪ひかねえって。じゃあレミバカなの？いや、だからそういう言葉があるだけだって。失礼だ。いや、でも実際そういうとこあるわ。もうスキーです、スキー教室。うーん、2月だよね。2月の9日。2月の9日。今日、あ、まだまだだ。まだ1月だ。スキーの予定とかあるんだけど、全然やってない。まだだよ。そんな身勝手なんだよ。何の味する？大連の味する。あパパの味する。てるパパの味するってよ。パパのさ、歯抜けた味する。やだ、やめてそれは。
とやめてくれ、勘弁して。なんだ歯抜けた味、歯抜けた味、歯抜けた味する。それはやめてくれ。歯抜けた味って何だ。匂いこんなことあるの。うん、どういう匂いだった。なんか臭いです。人参の味、しょっぱくてさ、人参の味ってなんで、しょっぱくてさ、あとさ、お腹臭かったら人参じゃなきゃいいんだよ。しかもピザ食ってんだよ、ふざけんじゃないの。食いにくい。あ、確かになんかお腹臭かったな。ね、いい顔見なさい。多分あの時ママお腹したんじゃない。だよね、お腹こうやってここに歯が、いいんなことを言うな、食事中だ。バーンこうさ、こうさ、歯なのにこうブッと戻して、それを俺たちにこうかませたんだよ。ね、あ、分かった。多分さ、静かにと鳴らしてさ、チララチンチコになるようにしたんじゃない。面白い。どこ行った。ちょっとやばいよ、この人。